おやつ作り完了だ。廃山兵狩りの死んでる。軍がやったのか。いや、軍なら死体を放置はしないだろう。ここまでする理由もないしな。じゃあ誰が、うん、よかった、無事な子がいたのか。言う通りしたのに。なんてスレイ、この子はなんで殺した。まさかこの子が。分かんない、だから事情は後。とにかく状況を。ジェッセイ、エサを絡み舞う黄金なら水車ジェッセイ、トーレの荒い加護をもたらす。ジェッセイ、これでどうだ。これどうだ。いけよ。一刀襲撃、一刀両断。我が日は内容より自然の本心。いくぞ、襲撃、これどうだ。自由レンガ団の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 自由レン
なんとか沈められたけど、この子しか助けられなかった。スレイ、あそこ。あの子、まだ息が。やはり同志殿、一体何事じゃ。オイスさん、いいところに。ティンタジル使わせて。まずは手当てじゃな。子供たちはわしに任せろ。二人とも命に別状はない。しかし意識が戻らんのだ。浄化の失敗？いや、原因は精神的なものじゃろう。廃山兵狩りに何があったんだろう。あいつにやられたんだ。俺たち、あいつの言う通りに山賊をやったのに。あいつ？あんたたち雇われて山賊を？うん、廃山兵狩りを続けるか迷ってた時、あいつがいい儲け話があるって言われた通りに運送屋を襲ったら、荷をすごい高く買い取ってくれた。この調子で働けば近いうちにちゃんとした仕事を紹介してやるって約束も。誰なの、そいつは。わかんない。話はリーダーがしてたし、俺はバカだし。でも信じたんだ、普通の仕事に就けるの嬉しかったから。なのに突然証拠は消すって。あいつの傭兵がみんなを。証拠は消す。俺たちがバカだった。でもバカでも悔しいよ。誰か仇を。みんなのお金も取られて、こんなものしかないけど、お願い。大地の記憶。わかった、その依頼風の骨が受けるよ。なぜ。押し入れの儀式だよな、さっきの。しかも同志があんなに大勢。場所はペンドラゴの教会神殿みたいだった。それにあのマオテラスの紋章。出身はマオテラスなのかな。私はちょっと失礼しますが。隠れちゃった、なんかいじめみたい。そんなつもりはないんだけど。わかってるけどさ。ま、どうやら魔王が関係してるっぽいけどな。うん、あれだけの同志が存在するには五大神級の力が必要だと思う。そうだな。けど今はこの辺にしておこう。盛り上がるとライラが出てこれないわよ。ごめん、分かったよ。さっきの依頼受けるのか。うん、つかもう受けたし。しかしいいのか。冷たい言い方だが、あの子たちは悪の片棒を担いでいたんだろう。うん、だからこれは無法の強盗を傭兵が成敗したってことになる。でもあの子たちは仲間と必死に生きようとしてた。悪いことって分かってて抜け出したいとも思ってた。そこにつけ込まれて裏切られ殺された。あの子たちは正しくなかったけど、それで裏切った奴らが正しいってことにもならないよ。それは、ごめん。俺には、わからない。別に責めてるんじゃないよ。こっちもごめん。
それに他人事じゃないしね。ローゼ、心配すんなって。当然背景はしっかり調べるし、兵馬だったら同志の出番だぜ。分かった、まずは黒幕を見つけるだな。そういうこと。そうだ、あの子たちの世話をするようエギーユたちにつなぎつけとくね。宝石を扱う宝石商か。ウエストロンホルドの酒谷に向かいましょう。ちょっと聞いてみよっか、宝石の情報。じゃあ私が聞いてくる。大丈夫か、危なそうな奴らだが。任せとけって、商人はみんな兄弟、お金大好き仲間。いいのかそれ。ここはロゼさんにお任せしましょう。俺たちじゃ騙されても気づけないしな。一緒にしないでくれ。情報ゲット。こっから北にある遺跡で宝石を見たって。北の遺跡か。あいつら何を笑ってたんだ。俺を笑ってるのか。偽同士と思ってるんだよ。私は詐欺の被害者だってさ。勝手なことを。仕方ないですわ、そういう方はあちこちにいますし。だがそんなのと同じ扱いとは。相手にしてもしょうがないっしょ。はあ、怖がられるより笑われる方がいいしな。お集まりいただき感謝します。私が同志マルフォです。はい、同志様よ。疫病の町を救ったって噂はマジなのか。なに、ハイランドの王女を手伝っただけですよ。一晩で橋を架けてね。じゃあグレイブガンとの戦いを収めたっていうのは。人同士が争っている場合ではない。そのことを知らしめたかったのです。苦しい戦いでしたが、ローランス騎士団の理解を得られました。あれ、白王騎士団のセルゲイ様よね。まんざら嘘でもないってことか。はははは、幸い捕まらずに済んでいますよ。そうよね、偽同士なら騎士団がほっとかないわよね。つまりこいつ、この人はマジで本物の同志か。私のことはいい、だが天族の加護は信じてください。それこそが世界を救う唯一の希望なのですから。皆さんが望まれるなら
この同志マルホが命を賭して彼らに祈りを届けましょう。同志マルフォ、同志マルフォ、世界に天族の加護を。ふざけるな、全部スレイがやったことだ。セルゲイだって分かってるだろうに。何かあったのかな。多分。待ってください、同志スレイ。マルホの件には理由があるのです。分かってる、セルゲイだからね。あのマルホはどう取り入ったのか。トロワ将軍のお気に入りで、将軍から騎士団に命令が下されたのです。同志マルホを警護せよと。そんな理由なのか。宮遣いは大変だね。トロワ将軍は皇帝陛下とも近しい大貴族で。言い訳は無用。どんな理由があろうと、自分はスレイの名誉を傷つけた。詫びの言葉しかない。俺に名誉なんて。それよりどうしてあんなに期待されてるんだな。それが分かってよかったよ。貴公という男。気にすんなって、セルゲイ立ってただけじゃない。言えなかったのだ、何も。自分は本当の同志を知っているというのに。利用されたのね、ああいう気まじめさを。まったく皮肉だよ。汚れていない人間ほど生きづらいなんて。人の集団の厄介な点ですわね。けどそれの中で生きていくのが人間だよ。難しいな。一体何やってんだ、騎士団は。もう10人も殺されてるのに手がかりもつかめないなんて。どうか落ち着いてくれ。我々も全力で捜査を進めている。捕まえなきゃ意味ないだろう。殺人鬼が野放しなんだぞ。皆の不安はわかるが信じてもらいたい。騎士の名誉にかけて必ず捕らえる。へえ、団長さんは別の名誉に目がくらんでるってもっぱらの噂だぜ。やけに熱心に政治に口を出してるってな。そういうことか。そりゃ庶民の命より権力の方が大事だろうさ。違う、そのようなことは断じて。皆さん、フォートン枢機卿の件も未だ捜査中。騎士団も人手が足りないのでしょう。騎士といえども人、その無力を責めてはいけません。お気遣いかたじけない、アミシスト司祭。人は弱い、それを認めなくてはいけません。己の本性に気づかぬ傲慢さこそ真の悪なのですから。人は無力です。だからこそ自分は全力を尽くそうと思います。さすがはセルゲイ団長、その心がけにこそ救いはもたらされるでしょう。すまないが、見ての通りだ。自分は捜査に向かわねばならない。連続殺人事件、これって兵馬の仕業じゃないのか。調べてみよう。
クリオが怒るときってさ、大抵スレ絡みだよね。は？そんなことないだろ。何その反応、いいじゃん家族なんだし。ねえねえ、遺跡探索マニアになったのはどっちの影響なの？どっちが先かなんて覚えてないな。スレイに連れ回されたのが先だろ。どう考えても遺跡のお宝に興味を持ち始めたのはミクリオが先だったよな。探索の実績として目に見える目標を掲げただけだ。一つ分かったことがあるよ。何？私は興味ないってことが。聞いておいてそれか。